車ねえすか。もしかしてライスの関町くんが乗ってるタクシーその辺走ってる？もう本当に関町くんのもう本当に喋りに気持ちがないっていうことでもう無視してそれは普通の方の営業妨害です。それはそんなことないですよ。僕はもう毎回これに本当命をかけてますんで。関町くん今回ね はい、あなたが、まあ、自分が先行だから時が混んでるんだということで先行やると言って、僕は先に選ぶって言ってたんですけど、どうでした？自分がこの高校で選んでみるっていう。正直にですか？うん。こんな先行って楽だったんだなって思いました。先行はね。